別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ、まったく。パパのバカ。それにしても今日はもう遅いし、とりあえず帰ろっか。バカパパ。まずは先に酔いを覚まさせないと。うい、この匂いは。バカパパ。うん、ちょっと待ってて。完成。酒場に着いたらスペシャルドリンクを作ってあげる。店に入ろう。待ってなさい。別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。